お待たせしましたの。指揮官と艦船たちの注文した大蒸気鉄血ビール。これでなんとかこぼさないようにして、どうですの。飲みすぎはよくありません。エルベは悪い子ですから、指揮官をどんどん困らせちゃいますわ。さあ、覚悟しなさい。今日は忙しいから困らせちゃダメ。わかりました。エルベは悪い子です。お待たせしましたの。指揮官と艦船たちの注文した大蒸気鉄血ビール。これでなんとかこぼさないようにして、どうですの。ご主人様、ご注文はいかがなさいますの。ステーキナイフがないって。そうです、私が悪いですわ。さあさあ、指揮官としてとことん説教してひざまずかせて、って放置。指揮官が注文したものをちょっとだけ書き換えて。ビスマルクさん、申し訳ございません。飲みすぎはよくありませんわ。だって指揮官が飲みすぎたらエルベに何をしてしまうか分かりませんもの。他の子の注文対応で指揮官に声かけてもらえそうにありませんの。どうしたら。勝手に触っちゃダーメ。ほら、私に許可を請わないと。ワカメ。あら、任務未完了の反省文とはね。せいぜい頭を悩ませなさいな。任務報酬はこちらですわ。わざわざ報告を送らせたわけじゃないです。反省文書かせてくださるんですの。やったー。お手紙ですの。いつ読みます。
帰ってきましたわね。ふん、差し入れはこの程度で済ませてあげますの。どう？あ、味の感想は聞いていませんのよ。本当に下等生物なのですね、指揮官は。指揮官をどう振り回せばいいか楽しみでしょうがないですの。鉄血の流儀をとくと見るがいいですわ。こんな仕事を指揮官に投げてしまいましたら、指揮官が困るというよりとても困っちゃいますの。本当に指揮官を困らせていいんですか？エルベは悪い子ですから、指揮官をどんどん困らせちゃいますわ。さあ、覚悟しなさい。今日は忙しいから困らせちゃダメ。わかりました。改めて、今日は指揮官を気が済むまで困らせて差し上げますわ。あ、気が済むのはどっちって。指揮官が、ダメダメ、エルベが気が済むまで指揮官と一緒にいたいですわ。みんなへの差し入れですか？用意しますから少々お待ちを。ふふん、また一つ強くなりましたわ。任して差し上げますわ。勝利しました。このエルベにも見せ場が訪れたのですわ。悔しいです。指揮官、指揮官、お仕置きよ。まだこれからですわ。鉄血所属海藻空母のエルベですの。かの大戦では獣王で戦っていた姉妹艦と同じく、後に空母に改装されて大活躍しておりませんの。やっぱり嘘をついちゃっては